東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。手術はどないやった？失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。な、何やと？という状況よ、セラさん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん？これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか？先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。神室町再開発計画、今までさんざ空の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。
その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸を引いてたのは風間の頭ですから、堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、キリュウ、ニシキ、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあキリュウ、お前、真島五郎って男、知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。始まってのは、ね、よっと何すんだよ。バカ。金置いていけ。こらこらこらこんこらこらこら
いらっしゃいませ。ありがとう。おい、
おお、おお、金ならあるって。おっと、うん、おっと、おお、どこ見て歩いてんだ。おい、ぶっ飛ばす。何なんだ。稼ぐぜ。なんかあった。セラさん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。おお。
の目つきが気に食わねえ。邪魔だ。どうもお疲れ様です。